皆さん、おはようございます。小野坂雅也です。ちょっと今日ゆっくりだな。おはようございます。はい、小野坂雅也ニューヤング TV 始まりました。いやー、夏になってきましたね。暑くなってきました。暑くなってきたら皆さん水分補給ちゃんとしてますか？ということで、今日はね、こちら最近買った、まあいわゆるね、お水とか入れるボトルなんですけども、僕もこれ、あの、ただ500ミリの水が入って、このアミノ酸を割れればそれでいいと思ったんですけど、家に帰ったらびっくり、これなんとここを回すとコップになっちゃう。これすごくないですか？普通にここを開けて飲みます。そして閉じて、ここを開けるとなんとコップ。すごいですね。最近始まります。さあ、今日はですね、文アルの続きをやりましょうということで、僕、小田作之助のね、違う衣装が手に入るクエストが終わりますよということで、じゃあ頑張ってやりますって言ったんですけど、この収録終わってすぐスタッフがなんと、小野坂さん、1週間ぐらいで7000ポイントはたまらないですから、どっちかっていうとモンストの方に力入れて頑張ってくださいって言われたんですよ。なので僕、お家帰って、そうなんだ、たまんないんだったらモンストやろうと思ってモンストやってたんですね。2日ぐらい前にお家でモンストやって、もうスタミナがなくなっちゃったんで、いや、もうな、できなくなっちゃったなと思っておいて、あ、そういや、分割この時にちょっとやってみようと思ってやりだしたんですよ。2日間で3500ポイント貯まりました。これね、あの時ね、スタッフにね、あんなこと言われなかったら僕余裕で7000いってましたよ。にもかかわらず今3500しかないっていうね、この低たらく申し訳ございません。さあ、ということで、じゃあ僕の衣装見れないのかなと思ったんですけど、なんとスタッフが、小野坂さん、どうせやってこないでしょうから、私がやりましたというふうにスタッフが言ってくださって、衣装だけは今日見せてくれるそうです。さあ、ということで、僕の衣装がどんな衣装なのか見てみたいと思いますけどね。さあ、小田君どう？できてんの？小田君。ちゃんと。音楽がね、すごいいいです。あ、溜まってる。さあ、報酬の一覧で、あ、ありました、7000ポイント、小田作之助衣装って書いてますね。これ受け取りますよ。いきます。どんな衣装なんだ、どんな衣装なんだろう、どうする、こんなコスプレしてくださいって言われたら、で、どこ、それでどうやって見んの、ほんで戻ると変わってない、変わってない、どこに行ったら変わるんだ、これは。ここね、助手変更で衣装変更というのがあるの、もしかして。はぁ、マジ、あ、え、衣装変更ってこれ、甲冑とかは、なんで戦うのに甲冑ないの、盾は、ラーの盾は、なんで戦いモードじゃないの、え、これ戦いに行ったらこのまま動いてくれるの、ちょっと戦いに行ってみよう。戦ってる時もあの衣装になるの、え、俺これで衣装変わってなかったら怒りに行くよ。ちょっと DMM さんに、戦って、小田君早く、小田君衣装、新しい衣装見して、小田君、出たー、おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな、ちょっとよく考えてみよう。ということは、もしかして、まさかと思うけど、この図書館にいる時と司書室にいる時だけの衣装が変わるってこと。いやいや、ほとんど戦ってるわけですから、このゲームをやってる時のほとんどの時間を戦いに費やしてるわけですから、戦ってるところの衣装変えなきゃダメでしょ。今度じゃあ、あれ、あのニコ生とか、もしね、イベントとかもう呼んでくれないかもしれないけども、もしあったら僕は本当に言います。だって
戦いのシーンで変わってなかったら嫌だもん。そんなの衣装チェンジじゃない、そんなのね。そしてあの会派って言って、あの戦いに行くとき4人であのパーティーを組むんですけど、その会派は僕の本当の友達たちで作っていきたいですよね。小西くん手に入ってないんだ結局な。小西くんとか光くんとか手に入ってないな、うん、あ、そうか、神谷くんもやってんだっけ。神谷くんもね手に入ってないですね。宮沢賢治欲しいな。宮沢賢治、夜中くんかよ夏目漱石が鳥海くんなんですね。へえ。あ、おけいくんもやってんじゃん。永井さん、永井花風さんって読むのかしら。そうそうたる声優さん集まってますね今更ですけど、こういった感じで、これからも分ある進めていきたいと思っております。次に紹介するとき必ず7000ポイントいって、僕も衣装をゲットしてると思いますよ。エプロンですね。はい、ということで分あるでした。はい、最後はこちらお便りのコーナーということでね、いろんな質問がね来てると思うんでね。記念写真を撮る時のポーズに困っています。小野坂さんのとっておきのポーズ教えてください。まあポーズ、女の子はやっぱりあれじゃないですか、可愛いポーズ、こうでしょ、こういう感じでしょ、女の子はい、ということで皆さん登録ボタンね、皆さんよろしくお願いしますね。それであのなんかこんな形したやつ、あれちょっと僕わかんないですけど、あれ押したらなんかいいことあるみたいですよ。ということで明日からお仕事また頑張ってくださいね。バイバイ。